きい魚ですね。重さは200キロあるそうだ。何回くらい食べられるんでしょうか。マグロが食べたいのか。いや違います。これが食べたいんじゃないです。ただ不思議じゃないですか。不思議？何が？この魚たちは何のためにここにいるんでしょう。ずっとここで暮らすんですよね。きっと死ぬまで。まあ食べられることはないだろうな。それでいいんでしょうか。彼らは。いや違うな。きっと彼らはそれでいいんですよね。きっとここでこんな風に僕たちに眺められることが彼らの仕事なんだ。ずっとこの中から出ることもなく外に出たいと思うこともなく、きっとそれしか知らないから、外の世界を知らないから出たいと思うこともない。だから何も願わない。多分願うことも知らない。アーシル、でももし何かのきっかけで知ってしまったらどうするんでしょう。外には自分の知らない世界が広がっていて、ただ自分はこの中で消えていくしかできないと分かったら、出たいとあがくんでしょうか。それとも諦めるんでしょうか。まるで閉じ込められたことがあるようだね。きっと普通はそんなこと考えないよ。そうなんですか。と思いますよ。閉じ込められたことなんて。そうだね。やっぱり僕が言ったことはおかしいですね。なぜ？僕のせいであなたはそんな風に悲しそうになった。違うよ。すみません。
アーシル。はい。君に一つ覚えておいてほしいことがあるんだ。何でしょう？もし君がどこかに閉じ込められたら、私が助けに行くよ。必ず。いいですよ、そんなこと。僕を助けてくれただけでもありがたいのに、そんなことしなくていいです。だいたい閉じ込められるって何ですか？僕がそんな間抜けなこと。助けるよ。あの、なんだい？ずっと疑問だったんですけど、どうして僕にアーシルってつけたんですか？好きなドラマの登場人物とか。残念ながら違う。じゃあ仲がいい友達とか。違うな。一番好きな名前なんだ。とても大事な名でね。そうなんですか。だから君がその名前を気に入ってくれると嬉しいかな。好きですよ。響きが綺麗だし、それに偶然ですよね。僕もなんとなくこの名前がすごく懐かしくて。だからもしかして僕の本当の名前もアーシルなのかなって思ったんです。それは面白い偶然だ。そうだ、あの、恋人とかいないんですか？あ、僕がいて来られないとか、そんなことがあったら申し訳ないので。また入れなくてもいい知識を。私がいない間につまらないテレビドラマでも見たな。なんでもない。心配も無用だ。そんなものはいない。
そうですか。なかなか忙しい仕事でね、休みがめったに取れないから、私の友達もほとんどフリーだ。だいたい彼女とすれ違いになって大喧嘩して別れる。そうなんですか。大変ですね。なので君はそんな安っぽい心配はしなくてよろしい。はい。そろそろ次の水槽に行こうか。ここはもう十分見たろ。よし、今夜はよく眠るぞ。そもそも深く眠れば夢なんて見ないって言うし、きっと今までは緊張して眠りが浅かったんだよな。今夜は絶対に夢を見ない。深く深く眠ろう。おい、アシル。カーティスのやつはどこに行った？アシル、お前何ボケっとしてる。カーティスは一緒じゃないのか。ロドニー、あ、よかった。探してたんだ。おう、コーティス、お疲れさん。どこに行ってたんだよ。探したんだぜ。それがな、酔っ払って倒れた客が何人かいて、私はまだしばらく面倒を見ないといけないんだ。仕事してんのか。先生頑張れよ。
それでな、アーシルをパーティーの間預かっててほしいんだが。なんだそんなの、お安い御用だ。こいつを客室に一人で帰らせると迷子になるからな。頼んだぞロドニー。おうよ、俺の部屋で預かっとくから帰りに寄れよ。じゃあアーシル、ロドニーの言うことをよく聞くんだぞ。食べ過ぎには注意しろよ。あの、僕は別に食い地張ってるわけじゃないんですよ。何言ってるんだ。この間バーでチョコレートソーダを3杯もおかわりしてお腹を痛めたじゃないか。じゃあロドニー、よろしくな。おい、アシル、何か飲まないか。ほら、どれがいい。シャンパンだろ、スコッチだろ、ベリーソーダにシェリー、いろいろあるぞ。どれが一番美味しいですか。男ならやっぱりスコッチだろう。スコッチ、特にこの船で飲めるのはうちの蒸留所で仕上げた一品だぞ。手が滑ってうっかり落としちまった。そして姑息な真似はするなってお前たちの主人に伝えろ。いきなり嫌なとこ見せた。いえ、それは大丈夫ですけど。でも、ああ、
お前には関係ないから心配すんな。狙われてるのは俺だけだし。それはそれで悪いですよ。仕方ないのよ。ほら、俺は名門グレアム家の法登録でなし息子だし。こんなバカ息子を放っておいたら家の迷惑とかってよく命狙われちゃうのよね。そんなことさらっと言わないでくださいよ。いやー、それにしてもせっかくうまいスコッチだったのにな。残念残念。ロド兄さん、僕の言うこと聞いてます。なんだか気づかれしちまったな。アシル、俺の部屋で飲み直そうぜ。それは別にいいですけど。よし、じゃあ好きなもんナフキンに包んでくすねてこい。部屋まで届けさせたらまた怪しいもの混ぜられそうだからな。はい。じゃあロドニーさんはチェスと狩猟が趣味なんですね。ああ、そうなんだ。いいな、僕もやってみたいです。今度教えてください。おお、いいとも。化けて泣くなよ。何言ってるんですか。手加減してくださいよ。それにしても僕たちの部屋も豪華だと思ってましたけど、この部屋はもっと豪華ですね。本当は俺の親父が招待客だったんだ。でも一緒に森に打ちに行って落馬しちまってな。まあ命に別状はないし、そもそも殺しても死なないようなおっさんなんだが、捻挫がひどくてな。そうなんですか。それは大変ですね。俺もちょうどどこかに遊びに行きたかったし、招待状をかっぱらって代理で乗り込んだってわけさ。でもそれはそれでよかったんですよ。こうして僕がロドニーさんと友達になれたし。そうだな。誰だ。アシル、ソファーの陰に伏せろ。
デートの誘いか、それともいきなり呼ばいか、どっちにしろ俺は顔が見える方が好みなんだが。先に言っとくけどな、ここには俺以外の人間もいるからな。無関係な人間を巻き込むほどお前は卑劣な男になり下がったのか。ロイ、やっぱりお前かい。今ならまだ間に合う。すぐさまこの船を降りろ。断る。残念だが、あなたの目論見はもう見抜かれている。目論見？船でうまいもんしこたま食っていい酒飲んで遊んで暮らすのがいけないことなのか？リーケの諜報能力を甘く見るな。乗船した時からあなたは見張られている。知ってるさ、そんなこと。嬉しいね、モテモテで。軽口を叩く暇があるのか。余裕だな。お前はあんまりないな。スコッチにあんな匂いの強いもの仕込んでんじゃねえよ。俺が教えたこと覚えてないのか。だとしたら残念だね、俺とお前の仲なのに。覚えているとも、全てあなたが教えてくれたことなら。だからあえてあれを使った。あなたならきっと気づくだろうと。挑発か。この船、あなたのような人間は似つかわしくない。船から消えろ。消えろっつったって船の上だぜ。俺に飛び込めと。あと1時間この船は食料と燃料の補給に停泊地に入る。そこで速やかに下船しろ。誰に向かって口聞いてやがる。俺がそれにおとなしくうなずくとは思ってねえだろうな。いい加減にバカはやめろ。俺と一緒に戻れ。ただの
怪我ですよ。嘘をつくな。それはその場所は、こんな仕事をしていたら傷の一つや二つは当たり前につきますから。カルム、こんなささやかな怪我などあなたは見慣れているはずです。あなたを殺すつもりじゃなかった。ただこの船から消えてほしかった。それだけです。何？もう一度だけ言います、ロイ。今すぐこの船を降りてください。俺はあなたを。だったら先に俺の問いに答えろ。なぜ俺がこの船を降りなければならない？カルム、答えられないのか？あなたのその問いには答えられません。ただ本当にあなたを殺すつもりではなかった。それだけは事実です。だからなぜだ。言ったでしょう。ここはあなたのような人間には似つかわしくない。日の当たる場所で生きていくことのできる人間は乗ってはいけない船だ。お前、それどういう意味だ？そこのソファーの陰に転がっているお前、お前もあんまりうろちょろするな。お前を目障りだというやつがいる。命が惜しければ船室に閉じこもってろ。カルム、この子まで巻き込むのか？巻き込んだのではない、彼が首を突っ込んだのです。何だと？いいか、もう二度とリーウェン様の部屋には近づくな。